野村敏夫は日本の作詞家、詩人、福島県福島市出身。本名は鈴木喜八、福島県福島市大町の魚屋に生まれる。幼少期、近所には作曲家の古関裕二が住んでおり、5歳年上の野村は兄貴分であり遊び仲間だった。1924年20歳の時に福島民謡新聞社に入社し、編集部、報道部、 文芸欄を担当する。1931年をもって福島民友新聞社を退社。すでにコロンビア専属の作曲家として東京で活動していた古関裕治の勧めで上京する。同年、古関裕治と組んだ初のレコード、福島更新曲が発売された際にデビュー作となった。この頃からフリーの作詞家として本格的に活動を開始する。 1939年、藤山一郎のコロンビア復帰第一作目であった、上海野曲のヒットにより、コロンビア専属の作詞家となる。作詞家の野村敏夫と作曲家の古関雄二、歌手の伊藤久夫の3人は、コロンビアサンバガラスと呼ばれた。1951年頃からは、日本音楽著作権協会の理事も務めていた。また、大変な主業だったという。 2020年9月、日本コロンビアから1988年以来32年ぶりの作品集がリリースされた。このほか完成年が定かでなくなっているが、常盤炭鉱の効果、我らの力及び、同社野球部応援歌、若き命の作詞を手掛けている。ABCDEF 作詞家、野村敏夫、作品集9月23日発売。 32年ぶりの CD 化福島民友新聞2020年11月3日、閲覧。ABC 昭和歌謡史に輝く野村敏夫生誕115年、古籍有事生誕110年記念定番福島民友新聞2020年11月3日閲覧。軍隊小唄のタイトルで替え歌も作られた。1970年には、ザ・ドリフターズが、 本当に本当にご苦労さんのタイトルで歌っている。歌詞は中西彩による替え歌である。幻の歌に、新たな息吹小関さん作曲の常盤炭鉱の釈迦と、応援勝の田博さん編曲福島民法2020年11月3日、閲覧。野村と同郷の小関雄二、伊藤久保らがゲストとして出演した。小関雄二幼なじみ作詞家、野村さん長男。 父描かれるの楽しみ。福島民誘。2019年11月15日。2019年11月29日。閲覧。ありがとうございます。